2024エンゼルス0勝2敗、4得点23失点。エンゼルスさん、うっかり開幕2戦で24失点してしまう。おととい、今日のエンゼルスのスコア見て大谷は移籍してよかったと思った。トラウト。エンゼルスメンバーは毎日大谷のこと聞かれまくって迷惑してたらしいな。今年は大谷の話題から解き放たれたエンゼルスは本来の力を発揮できてるわけやね。エンゼルスがまたエンゼルスしてる。大谷一人で8打点で負ける、7本のホームランで負ける、目立たなかったけど、エンゼルスってやばかったな。大谷がいないとはいえ、去年まで応援してたチームだし、もう少し上向いてほしい気持ちはある。トラウトがかわいそうや。